e 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。c d 級をもとに艦砲に対空兵器としての性格を付与した改正型として1931から2年度計画で9隻が建造された。エクリプスをネームシップとしてエクリプス級と称することもある。イギリス海軍は1924の5年度より駆逐艦の建造を再開し、まずまず改め、 W 級駆逐艦をもとに第一次世界大戦の戦訓や新しい技術を盛り込んだプロトタイプとしてアマゾンとアンバスケードを建造した後1927から8年度で量産型として A 級続く1928から9年度で紹介性型の B 級が建造されたまた1929から30年度では大型化して燃料の搭載量増加を図った C 級、1930から1年度では、対戦戦能力を強化した D 級が建造された。CD 級は好評であり、1931から2年度では、同級の設計を踏襲して、装備に改正を加えた艦が建造されることとなった。これが E 級である。選手楼型、日本煙突という基本構成は、CD 級と同様である。楼は層からなり、 上甲板に居住区と無線電信設備、中甲板に居住区、下甲板に玉火薬庫と燃料庫を設けている。また、環境構造物に防弾鋼板を採用しているのも同様である。なお本級では、水防性工場の要請から間室は2室から3室に増やされ、基幹区画は1フレーム分延長されたが、基幹部重量はほぼ変化はなかった。期間構成は、 CD 級と同様であり、ボイラーは海軍本部の設計によるアドミラルティ式三動型水管ボイラーを搭載した。ただし本級では、蒸気温度は、摂氏315.5度から摂氏326.7度に高温化された。タービンは、パーソンズ式、オールギアードタービンであり、独立した巡航タービンは持たず、高圧タービンの中に設ける方式とされた。官報は、 45号合計 12cm 砲4門を搭載するという点では、ADQ と同様だが、従来は、行角30度深く10度の弊社砲であるマークホーティン砲が,が採用されていたのに対し、本級では行角を40度に増して、限定的ながら、療養砲としての性格を備えたマークセベンティン砲が,が採用された。これを受けて、広角砲は廃止され、 対空兵器としては、4連装 12.7mm 機銃のみが搭載された。なお、エクスマスでは4.7インチ砲はさらに1門増備、され、計5門となった。ただし、依然として、射撃式は、対水上用のアフック及び、砲位板で行っており、対空用としては、広角照準鏡などを備えた程度で、弾幕射撃が基本となっていた。水雷兵器としては、 A 級以降の21インチ魚雷発射艦の4連装2機装備が踏襲された。搭載魚雷も当初はマーク4が搭載され、後に弾頭を大型化したマーク9に更新された。また、エクリプスなど2隻は短期間で高速不接艦に改造できるよう、新造時から機雷不接用レールを設置していた。その後、第二次世界大戦が勃発すると、 生き残っていた艦は護衛駆逐艦として改装され、271型レーダーを装備し、62口径 12.7mm 機銃を、70口径 20mm 機銃に換装すると、共に、後部魚雷発射艦と、バーターに45口径 7.6cm 広角砲を搭載して、防空火力を強化、また45口径 12cm 砲のうち1門を、 撤去する代わりに、ヘッジホック対戦迫撃砲を搭載、爆雷搭載数を125発に増加させている。E 級駆逐艦は、他の艦級と同様に共同艦1隻を含む9隻が建造されたが、このうち6隻が戦没している。また、対戦中のカナダ海軍と対戦後のギリシャ海軍に、それぞれ1隻ずつ対応されている。ウィキメディアコモンズには、 E 級駆逐艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。